はいどうも、サラクーです。今日はですね、2021年2月21日日曜日になります。サラクードローンチャットを始めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、改めましてサラクーです。今日はですね、2021年2月21日日曜日になります。今日はですね、ドローンをね飛ばしてきました。なのでですね、その話題をね触れるのとですね、あとですね、私が今追ってですね、DJI FPV ドローンでですね、ちょっとねリーク情報がありましたので、そちらのね話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。ではですね、まずはですね、DJI の、ね、FPV の、リーク情報からですね、ちょっといきたいと思います。こちらになります。こちらですね、ツイッターですね、押した LB さんってですね、よくですね、DJI の、リーク情報を流す方のね、ツイートになりますけども、今回ですね、今日ですかね、2021年の午前の11時42分なんで、今日ですね、今日の日付ですね、こんな風なね、写真の、リークのものをですね、してきました。こちらですね、まあ、これがですね、新しく出るね、FPV ドローンのゴーグルで、こちらがですね、新しいドローンですね、FPV、DJI から出る FPV ドローンなんですけども、ね、ちょっとね、見てもらうと分かるんですけどですね、色がですね、これ、ライムイエローみたいなね、色のものがね、ついてます。ということで、今回のね、こちらの FPV ドローンですね、規制会がどうやらね、できるようです。このね、ツイートの下の方にですね、同じように書いてあって、まあ、その通りですと。まあ、シェルがですね、15ユーロでね、売ってて、これがですね、スパレットリーというか取り付け可能と。要は、これを取り付けてですね、いろんな色に、ね、変えられるようなね、ことがね、できるそうです。なので、まあ、着せ替えがね、できるようなね、FPV ドローンになっているということになってます。で、こちらのね、ドローンに関しては、今のね、噂だと、3月2日あたりにね、出るという噂なので、まあ、こちらの方はね、まだまだね、追っていきたいと思いますので、今回もね、取り上げてみました。はい。はい、ではですね、続いてですね、今日のね、私のね、フライトの話をね、していきたいと思います。はい、こちらですね、まずね、Google マップなんですけども、今ね、私が住んでるとかね、千葉県になります。でですね、今日はですね、千葉県の、外房エリア、九十九里浜の方でね、飛ばしてきました。で、こっちがね、九十九里浜で、ここはね、ちょうどね、66キロの長いね、砂浜なんですけども、そこにですね、九十九里町っていうね、町がありまして、そこのちょうどですね、ここのところですね、今、ここはですね、まあ、太平洋なんですけども、そこの海沿いにですね、九十九里有料道路っていうのが走ってるんですけども、そこのですね、ちょうどね、終わりのところですね、片貝海岸というね、海岸があります。今回はですね、ここで飛ばしてきました。早速ですけどもね、そちらのね、画像をね、見ながらね、説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、今からですね、動画をね、再生していきたいと思います。はい。今日はですね、風はですね、風速2メートル、秒速ですね、2メートルぐらいだったんですけど、で、そんなにね、風自体はね、強くなかったんですけども、まあ、残念ながらですね、完全にね、霞んでました。まあ、この時期ですね、今日はですね、だいたいですね、20度近くまでね、気温が上がりまして、結構ね、千葉県でもですね、花粉がね、飛び始めたって感じですね。で、今回ですね、結構ね、晴れ霞っぽくね、霞んだような状態で、結構、まあ、遠くの方はね、見えなかったんですけども、まあ、風はなくてですね、快晴でした。なので、飛ばす分にはね、とてもね、気持ちよくね、飛ばせたっていう感じになります。波自体もですね、そんなにはね、今日はね、高くなくてですね、まあ、かといってですね、まあ、サーファーができるようなね、波があったんでね、結構サーファーの方も楽しんでおられたっていう感じですね。あと、今日はですね、まあ、2月の21日、日曜日なんですけども、まあ、明日ね、休み取ればね、4連休になって、飛び石連休になっている方もね、結構いらっしゃるみたいなので、まあ、結構ですね、まだですね、コロナ禍ではあるんですけども、人手はですね、ある程度ね、出てるって感じになります。でですね、ここら辺のね、九十九里町のあたりはですね、大体ですね、今、ここのところに結構の高台が出来上がっていると思うんですよ。こういうふうに、結構高台がこういうふうに、作られているのと思うんですけども、これは実はですね、2011年にあった、東日本大震災で、ここら辺の地域もですね、津波がね、来た地域になります。なのでですね、今ですね、もうここら辺のずっと海岸沿いですね、津波対策でですね、堤防を築いているって感じです。
なのでちょっとね高台をね作ってるというような感じでこういうふうに作ってます。まあ、ここら辺になるとですね、九十九里有料道路になってある程度高台ができてて、ここにこういうふうに何箇所かあるっていうのはですね、このね下のところにトンネルを掘ってですね、でここのところを囲んで、要はそのトンネルがだけしかなかったんですよ最初は。でトンネルしかなかったんで、そこの周りをですねこういうふうにね堤防で囲んであげて、ここのトンネルを通してねこっち側に水が流れないようにっていうね工事をね、してあげてたっていう感じになります。はい、今ちょっとですね、ジンバルをね下に向けてですね、こちらがですね、あの 海沿い太平洋ですね。でここはですね、九十九里有料道路というのがあります。ここもですね、本当ね海岸沿いをね走って、結構この高台を走る道路なので、とてもね気持ちよく走れます。まあ、普通車ですね420円でね走る道路なんで、ぜひね、来てみたらね走ってみたらねいかがかなと思います。まもなくね、映像はね止まっちゃうと思いますけどね、こういうふうにですね、工事をやって、まあ、ここがねトンネルなんですけども、ここから水が入り込まないようにね、ここを高台にしてね、土を持ってるっていうことですね。で、この先がですね、もうね、有料道路の先が、結構高台じゃなくなったんで、そこもね、合わせてね、今高台にしてね、作り直してるってところです。はい。なのでね、今日はね、結構ですね、ちょっと霞んでたんですけども、まあ、そうは言ってもね、結構ね、気持ちよくね、飛ばせたなと思います。はい。今日のところはね、簡単ですけども、DJI の FPV ドローンでですね、新しいね、なんか、シェルの付け替えがねできるっていう話とですね、今回、千葉県の、九十九里浜と九十九里町にある、片貝海岸で、飛ばしたので、こちらのですね、まあ、取っ手出しの、映像を、ご紹介したということになります。はい、以上になります。もしねこの動画がねよろしければね、高評価ボタンをね押していただけるとねとてもありがたいです。あとですね、この番組では、ドローンのですね、今回みたいな空撮とか、あとは、ノウハウ系のこともやってますんで、ぜひね、興味のある方は、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは、次の動画ね、お会いしたいと思います。以上、サラクーでした。さよなら。バイバイ。